これは一回も死にたくないな。あ、待って、俺のキノコ。はい、どうも皆さんこんにちは、ピュアキングです。今日は初めてどこまでマリオチャレンジをやっていきたいと思います。で、このどこまでマリオチャレンジってどういったゲームなのかっていうと、まあ簡単、普通、難しい、とても難しいの難易度が選べれるんだけど、このとても難しいだったら、今左上の方にマリオがかける30って書いてるよね。この30期以内でどこまでコースをねクリアできるかっていうゲームなんだよね。それじゃあもちろんとても難しいにして初めからやっていきましょう。一回でも確かゲームオーバーになったら終わるんだよね、確かこのマリオチャレンジっていうのかな、マリチャレが。それじゃあチャレンジ1つ目、いきなりめちゃくちゃ難しいの来ないでほしいな。楽しいコース、自分的に楽しい50秒。いきなりスピードランかなこれ。おお、ちょっと待って、こっちかな。待って待って、速攻死んだんだけど。あら、マジでわかんない、これはわかんないぞ。さてどうすればいい、これはどうすればいいんだ。わかんないんだけど、これすぐに下に行ってあの亀吉を、あ、違う違う違う、よし、この亀吉、あ、そうそう、亀吉をね踏むんじゃないのかな。待って、速攻もう4機なくなったんだけど。あー、これ難しいな。よし、オッケー。あれ、なんだこのゲーム、もしかして俺何もしなくていいのこれ。50秒待ってみる、これ。あ、なんかねバネが下に行った。そしてどうすればいいんだろう、これ踏めるの。ダメか、バネが下に行ったけど、そっからどうするんだろう。何かないか探してみるか。あ、なんかあった、あ、なんかあった、こんなとこになんかあったぞ。よし、なるほど、こっちからなんか行くのかな。やった、え、待って、あ、さらにスターか、騙しコースかこのコースは。死んでしまえ。よし、そして、いやー、よかった、もうこれでクリアできるかな。ただし時間がないんだよな。そして次、うそ。マジかよ。でも行き方は分かったね。よし、早く行こう、時間があんまりないもんね。よし、オッケー。で、上に行って、上に行って。よし、オッケー。で、ここで出てきて、よし。そして、死んでしまえ。で、ここはね、ちくわブロックを待ってて、次ね、ドアに入った時にすぐね、右に行かなきゃいけないってことでしょう。右、よし、オッケー。これは、え、え、待って待って待って、これ無理じゃね。待って、ここもなんかあんの、スターみたいな。嘘、あ、上がれる、あ、やった。普通にクリアできた、よかったー。13機も減ったわここで。まあでも初めてして1ステージもクリアできないっていうねことは避けたから本当によかった。それじゃあね、第2のコースやっていきましょう。まあ普通のコースだとありがたいんですけど、普通のコースじゃないねこれ、全然普通のコースじゃないね、とても難しそうだなこれ。いい、よし、オッケー、よし。で、これは、あー、危ねえ、渡ろっか、こんな感じか。で、こうか。待って待って、危ねえ。よし、OK。そして、キノコが俺を追いかける。このキノコ、難しいぞ。これはね、ほんと難しい。待って、俺は、そんくらいの実力しかないってことか。俺はとても難しいをする実力がないってことかな。やばい、もう積んだわこれ。どこまでマリオチャレンジ、俺ステージ1個しかクリアできずに終わるわ。よし、オッケー、いいね、よし、こっから挽回したい、挽回したいけど、あー、ハリー、やばい、これラストじゃない、俺ラストやん、まずい。
ラストだ。くっそー、コース1個しかクリアできなかったんだけど、マジで雑魚。でもう一回、もう一回させて、これ一回リベンジさせて。全部あんな感じなのかな、それとも俺が下手くそなのか。30機あれば結構できるだろうって思ったんだけど、よし、これはね20秒スピードランっぽい。なるほど、ジャンプか。オッケー、危な。そしてこっちか。でこんな感じね。はいはいはい。生き方は分かったわ、生き方は分かったけど、これ何回かやっぱ死ななきゃ無理だね。よし、で上、なんでや。よし、キラーは落ちてきた。オッケー。そして渡る、そしてパックン踏むでしょ。でここ壁キック、オッケー。そしてそして壁キックしてノコノコか。この20秒スピードラン結構難しくね、つうかこれクリア率何パーぐらいだろう。1%切るぐらいかな。よし、オッケー。で、え、待って、1個もクリアできないんだけど、なんだこのゲームは。こんなに難しかったか、マリオって。このとても難しいってクリア率何パーセントぐらいなのかな。ジャンプジャンプジャンプの幅跳び、オッケー。でこうか。よし、ゴールできたー。おお、めっちゃ1キャップできたと思ったら3つしかダメなのか。もっとくれよー。簡単なの来ないかな。やば、とても難しい、ほんと難しいね。ナイトタイムブンブンをすべて倒してね、1体しかいなかったから。あ、いい、普通のコースっぽい。しかも時間もめっちゃある。これは1回も死にたくないな。あ、待って、俺のキノコ。マジか、こんなとこで1回死ぬのはマジでもったいない。待って、まずねこの亀吉をしっかり踏んで当てよう。で、よし。そしてね、あいつを殺そうと思ったけど、50コイン欲しいな。めっちゃ欲しいぞ、あれ届かない。慎重に俺は行きたいんだ。待ってくれ、フラワーよ。よし、あ、待って、よっしゃ、50コインもゲット。これ踏めないから、オッケー。そしてこのワンワンは飛び越えよう。あー、息アップしたいな。コイン取りまくろうか。よし、ここは、このステージはマジで無駄にできないぞ。あ、待って待って、来すぎ来すぎ、めっちゃ来すぎ、このクリボー来すぎ。よし、オッケー。でこのカキボーもクリボーも倒して、やった。あ、嘘、まいまい、もういい、しょうがない、もうしょうがない。そんなんね、取れんかったっつって嘆いてもしょうがないから。どうしよう、これは無理やり行くしかないか。あ、いや、下に行けると思ったけどダメだ。よし、こうか。キノコないかな。ダメだ、なかった。まあいいや、次はこっちか。オッケー、いいね、逃げれる逃げれる。もうそろそろゴールあってもいいんじゃないの。ここはこんな感じね。なるほど、ここでやられたくないな。うわ、2匹いる、しかも。マジかよ、どうしよう、ここ行くか。あ、待って待って、危ねえ、これ、あ、ちょちょ、危ねえ。危な、よし、上に行った、上に行ったか。よし、オッケー。そして、よし、オッケー、いいね。よし、行け、亀吉よ。嘘、まずね、この亀吉をしっかりね、よし、取って、このでかいやつに当てるんだ。オッケー、よーし、これで安全に行けたと思ったら。パックン、さっきね、あのファイヤーフラワーが取れんかったのがちょっと痛いね。あれをきっちり取っていこうか。よし、待って待ってくれ待ってくれ、やった、これ、俺もう無敵状態。こんなんあったらもういけるよね。ほら、
もうあんなん怖くないんだけど。よし、オッケー。こんなパックンたちもすべてさ倒せるし。危ない、やばい、危ない。よし、いけ。で、このワンワンたちはね、気をつけよう、ぜひ気をつけよう。お、危な。よし、で、叩いて叩いて、オッケー。やばい、これマジで無敵なんだけど、このファイヤーボール。オッケー、ファイヤーでパックンを倒せ。ここも出る。さっきね、俺ここで死んだんだよね。で、あー、マジか、マジか、俺の。まいまい、まだいける、まだあと1回当たっていいチャンスはあるもんね。よし、うおー、待って待って、これは、これは、よし、来た。え、ブンブンどこにいるの。ブンブンは、ブンブン、マジでブンブンいないんだけど。待って待って、こいつら投げすぎじゃね、ハンマー。めっちゃ投げてんだけど。よし、倒すわ、もうもう倒すわ。よし、オッケー。こうか、キノコあってくれ、頼む。どっかにね、ブンブンが隠れてるのか。ってことは戻らないけんってことでしょう。マジでこの状態から見てえ、ブンブンを探さないけんのか。ってことはどっかのドラム、ドラムじゃない、土管の中に隠れてると思うんで。なんかね、さっき一個怪しいとこあったんだよね、正直。ここ怪しいんだよね。あ、やっぱりか、やっぱりここか。で、ここにブンブンがいるっぽいけど、恐縮、急に。マジかよ。でも俺はファイヤーがあるから無敵。よし、オッケー。で、待って待って待って、あら、マジでブンブンいないんだけど。あ、待って待って待って、ちょっと待って、まずい。よし、きたー、ブンブン。俺は遠距離攻撃で安全を取ろう。よし、これでクリアできるわ。待って、めっちゃもらった。しかも、え、スタート地点から、マジかよ。まあいいや、ファイヤーがあるからいけるでしょう。で、もうすぐゴールだったよね、確か。いや、いい、確か当たっていいんだ、あいつは。あ、待って、これはまずい。よし、ゴール、やったあぶねー。15機か、20まで戻したいよね。とりあえず2つクリアできた。世界ランキング19000位、めっちゃ雑魚。そして1の3、あ、いいね。あんまりちょっと針ばっかは好きじゃないけど、ジャンプ、オッケー。待って待って、これ難しくね。まず、まずこのテレサたちをこっちまで運んでくるか。オッケー。そしてこのまんまジャンプ、オッケー。で、上からこ、どっちに来るんだ、どっちに来るんだ、こいつらは。こうか、で、逃げる。何も来ない。さて、これは下のドアに入ろっか。で、何もないかな。ちょっとアイテム欲しいんだけど、ないな。赤コインが2つ、右上の方に。あれ、これは、これどうしよう。こうですよね、何もなんないですよね。P をこっちに持ってきて、あ、え、なにこれ、積んだ、え、積んだこれ。あら、どうしようもなくないこれ。変わるタイミングでダッシュしていけってことこれ。そんな難しいことできる。いや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 、ちょっと待って、そんな難しいことできる。よし、じゃあちょっと変わるタイミングで行ってみようか。失敗しても一応ね、ここにブロックがあるから大丈夫と思う。賭けで行ってみよう。今、よし、ナイスタイミング。いや生き方合ってる、てか大丈夫俺。待って待って、ここで P ブロックがいるんだけど。
ここで P ブロックは、あれ、あ、あ、待って、こっち行けるの、行けるのか、よし、オッケー、出過ぎ出過ぎ出過ぎ、あーもうちょっと、よし、オッケー、あはは、ここ早めに行こうか、ダメかー、ちょっと普通に行ってみる、なんかちょっと正規ルートっぽくないから、これを右に行って、これ左に行ったらどうなるんだろう、ここを入って、そしたら P ブロックを持ってこれるのか、ちょっと正規ルートっぽく行ってみる、これで行けるのかな、なんか違うっぽいぞ、なんか騙しっぽくない、なんか大丈夫、でも行ってみようか、一回踏んで走って P ドア入る、そしてダメか、鍵がないもんね、ダメだ、 P ドア入る、そしてここに、あはは、取れんかった、まあいいや、もう一回やり直そう、ジャンプ、よし、 OK、これで鍵ドアが入れるようになったぞ、こっち入ってみるか、なんだこれ、え、全く意味ないんだけど、やっぱり正規ルートってか、ちゃんとしたクリアは別にあるのか、あ、待って、危ない危ない危ねー、よし、上に行ったら何があるか見てみようか、よし、 OK、 そして、あー、クリア、最初からこうやってすればよかった、マジか、こんな簡単にクリアできんだ、もったいな俺、よし、3ステージ目クリア、残り10機しかないけどね、次回4ステージ目からやっていきたいと思います。このどこまでマリオチャレンジね、めっちゃ面白いね、たまにね、極難易度みたいな出てくるけどね、それじゃあね、このどこまでマリオチャレンジ次回も続けていきますんで、よかったら見てください、それじゃあまたね。